井です。最強のコピーライティングバイブルって本なんですけど、この本はまあヘッドラインっていうキャッチコピーと込み出しっていう、それを含めその2つを全部含めてヘッドラインっていうんですけど、そのヘッドラインを書くのにすごい分かりやすい業界別の、ね、書き方がね書かれてるのでおすすめですよ。ただ胴体のコピーね、そのヘッドラインを書いた後の胴体のコピーがちょっとね分かりづらいっていうところがあるんですよね、この。だからそういう場合はねこれね、稼ぐ言葉の法則とかバカ売れ魔法の手紙っていうのが面白いほど書ける本っていう、この2つの本かな、今のところ私が持ってるのは。この本を読んで書き方をね学んだ上で、こっちのねその胴体のコピーを書く話の部分を読んでみるとすごいね分かりやすくなると思うんですけど、逆にこっちだけでもダメなんですよ。そのノウハウにこだわりすぎ、ノウハウというか書き方、強い主張にこだわりすぎちゃって、最初から強い主張で、まあ、全て今日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 ってなるじゃないですか。そうじゃなくって、やっぱり歌でもそうだけどサビが強くて、ただサビだけで曲をまとめてしまっても全く心に響かないのと同じで、コピーにも最初弱が入るんですよ。で半分超えた中盤あたりから徐々に強くなっていって、クロージングで猛プッシュしてお客さんに買ってもらうように進めるっていう、そういうコピーなんですよね。だからこそこういう本を読んだけじゃなくて、こっちも本も読みましょうねっていう話です。それでは。